こすっただけなんですけど、これなんかこう清掃するなんか溶剤でもあればいいですね、キットみたいなのがなんかあれば、うん、あんまやるとこれが消えちゃいそうですよね。そうですね、そこはあんまりできないですよね、うん、ちょっと録画していいですか。あ、どうぞ。どこ変えたとか、そういうこれがなんで、変えたのはラジエーターと、はい、あとこれ、はい、ホースどっちもですね、はい、うん、これとダイナモ交換して、これは新品、うん、あ、これはあれですね、あのリビルト品、リビルトです、うん、で、あとエアコンプレッサーもリビルト品、はいはい、元のやつをリビルトさんじゃなくて送って、はい、送って現物修理送って現物修理、はい、あとこれ本体とこの、うん、これですね、こう、それとあとこのボックスの蛇腹交換、あとそうね、中で交換したのはあとそれですね、クラッチの、うん、マスターシリンダー補充するやつ、シリンダー自体です、そう、シリンダー本体と、はい、その、はい、ブレーキオイルが入ってるタンクが一体もなんですよね。あとこのレディーズシリンダー、これはクラッチのあれを直接押してる部品の交換、新品と交換ですね。そう、これはこのウォッチャータンクのこのキャップも新品だけ、ね、はい、はい、あとフォグの配線は、この配線は社外品のやつを